難しいよね。うん、ねちょっと見ててもらっていい？例えばちょっと一回こうして、こうしてちょっとこ、まあいいや、ちょっとこっちこっち真似して、こうしてこうして、でちょっとこう早くこうやって動かして、そうで、こうやって動かそうとした時っていい、こう下半身とか体とか動いたら、こう俊敏にちっちゃくこう早く同じことやるのって難しくない？はい、難しいよね。でこのクラブも一緒で、ゆっくりそこにふわってやろうと、丁寧にやろうとすればするほど再現性を高めるってすごく難しいのね。だからこうできるだけここら辺はちっちゃくこう早く打てるようになった方が安定感が増す。で今はこうなんかこう無性にもさーっとしすぎて全然安定感がないから、そうもっとパパッと打ってごらん。でもっと足も閉じて、でクラブは少しこういう角度ができます。でささっと打ってみて。でもささじゃないよね。もっとちょっと一回補助するね。いい、いくよ。このぐらい強く振ってやっとあそこに行くわけよ。はい、分かる。そうそう、今の方がなんとなくこう締まりがある、分かる？なんとなくなんかもうなんかだらーだ、だらしないのよ。当たった感じも違うでしょ。まだ弱いよね。うん、そうそう、そのぐらいこうなんかこうリズムがいいよね、わかる？そうやってやってみて。さあどう？ちょっと一回やってみて。お、うまい。うまいじゃん。まあみたいな。うん。お、うまい。うまいじゃん。うん。でもうまいうまいうまい。全然いいと思う、いいと思う。今隣に聞こえたんですよ、この。後ろに振ってからこの振り下ろすまでのスピードをちょっと、うん、そうそう、だからゴルフって結構まあいろんなとこ場面でこうなんていうのかな、こう振り幅を変えるとか言うんだけど、なんていうのかな、こうさっき言ったように出だしのスピードを速くしようとかゆっくりしようとかって、この出だしのスピードとか高さをイメージすると結果振り幅って変わってくるのね。ここまで来て何ヤードとかっていうことじゃなくて、この球を打とうと思った結果がこう振るってことだから、全部だから後から考える。だからこうこうやって打とうじゃなくて、この球を打つためにどうやって打とうって考えるとアプローチって上手くなるから。あ、うまいよ。この感じでちょっと小技マスターになれそうだよ。頑張ります。うん、辻レイプロの弟です。はい。うん、うん、そう、今よかったね。うん、だいい時と悪い時の違いっていうのは、このこう上げるでしょ、上げて、まあ、左利きの場合は右手ね、はい、右手でクラブを戻してる時はいい時なの。左手で打った時は大体ミスする。だそこだけちょっと頭入れてちょっと構えてごらん。このリードアームっていうんだけど、クラブをリードする側のこっち側の手を使ってクラブを下ろしてきて、そう、そうするとポンって球上がるようになるから、この利き手の方を使っちゃうと大体失敗するから、はい、うん、そう、うまい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 、わかる？なんとなく、はい、うん、だからゴルフの場合は、まあ、ショットもそうなんだけど、基本こう左利きの場合はこの右手側でクラブを引っ張ってくるので、こっち側がエンジンの役割をするので、でも利き手でこう当てたくなるじゃん。こうすると近いのも大きいのも大体失敗するから。お、うまい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 、
ちょっといいんじゃないの、はい、だいぶセンスがいいんじゃないの。はい、じゃあちょっとやってみましょう。どう？できない。まあ難しいやんね。でね、まず一つはちょっと見ててもらっていい？はい、ね、ちょっとこっち来てもらっていい？どんなに近い距離でも足を狭くしても今どうしてるかというと、結構こう頭がこう縮こまっちゃってるのね。で、体がこう縮こまっちゃってるので、なかなかこうスムーズに動かない。だから近い距離でもしっかり体を起こして、目線を高くしてこう構えてあげる。で、目線が高くなった方が視野が広がるから、落としどころもなんとなく視界に入ってくる。で、距離感も合わせやすくなる。こうなってしまうと、もうここしか視界がないから、どのぐらいの強さで打ったらあそこに行くかってちょっと分かりづらくなるので、まず少し視界を高くして構える。で、そのまま打ってあげる。はい、ちょっとやってみましょう。そうで、この時に少しこうやって角度つけます。はい、でそのまま打ってみましょう。ほら、一発じゃん。今は直したのは、体をちゃんと起こすってことと、手の位置がハンドファーストって言うんだけど、こっちじゃなくてちょっとこっちで構えてるとちょっとうまく当たらないから、そう、少しこう角度をつけて、で目線を高くして、あそこを集中してあそこに打つ。で、今弱いよね、ちょっとね、うん、で当たる瞬間にちょっとこうクラブを止めてしまうので、ちょっと構えてもらっていい？からいい？今はこれでもやめちゃうのね、はい、うん、そうじゃなくてクラブをこう動かし続ける。わかる？ここからこう、ここでやめない。そう、そこにあくまでも運ぶ、うん、例えばこうボール持って、これ難しくない？これどうやったらそこに行く？そう、手がこう出るよね。だからアプローチとかもここで止めるんじゃなくて、そこにポンってこう運んであげた方が距離感は合いやすい。分かった？ちょっとそこだけ注意してやってみよう。ちょっと見て、あ、ちょっと見て、ちょっと見て、これ見てどう思う？はい、見てどう思う？どう思う？止めてるってことですか？ちょっと見て止まっていい？ちょっと見て止まっていい？ちょっと、ま、真似していい？はい、こっちで見てて。いい？なんか変じゃん、なんか変じゃない？こうやって打ってるのね。で、基本的にさっき最初に言ったように、ここの角度をちゃんとつけて構えて、このここの角度がこのままこう当たるようにしたいのね。もちろん、まあこれはあくまでも基本的な話でね、こうなる時ももちろんあるんだけど、まずはこの角度のままこのままこう当たっていきたいんですね。で、そうするためには今はどうしてるかというと、こう手首をめちゃくちゃこうこねちゃってるので、この構えたこの角度、この角度があって、この角度でこう当たる、こうね、これがこうなるとどうなるかというと、こう歯がこう出てしまうので、ボールの赤道を歯で打ってしまうから、ってゴロとかになっちゃうのね。あるで、ちょっと構えてみて。で、そう、少しこうやって構えて、いい？一回補助するね。今はこうやって構えて、こうやってやってるんでしょ？そうじゃなくて、このまま根元、今ここに僕が手を置いとくから、ちょっとクラブはテイクバックして、先にこの手を僕の手に当てて、そうすると後からクラブがボールに当たるの分かる、はい、そうそうそう、めっちゃうまい、めっちゃうまい。今感触しかったの分かったでしょ、はい、だから自分で打つんじゃなくて、手を戻したらクラブが勝手に当たってくるの分かる、はい、勝手に当たってくる感じが欲しい。はい、まずここに構えて、はい、当てて、そう、そうすると球がポンってこう上がってくる。わかるかな？そうすると何してるかというと、根元側を
先にこう動かしてるでしょ。先に動かしたらクラブって必ず後からついてきて当たるのね。これが原理なんだけど、どうしても頭をコツンって打ちたくなっちゃうから、ここは全然機能してないから変な当たり方になっちゃうのね。だからまず上げたらここをずっと引っ張ってくると、先端は必ずいつかボールのところに戻ってくるじゃん。こうやって当てるようになると綺麗に当たるようになるから、ちょっと考え方を変えてもう一回やってみましょう。こう構えて、まっすぐこう構えて、ここに手があったんだから、そういうこと、そういうこと、めっちゃセンスいい。そういうことです。